穏やかなスミレ草が暴かれていく愛の物語はこちら、なぎらゆう先生のスミレ草ファミリアです。スミレ草の管理人イチゴはある日小説家アクタの手を怪我させてしまいます。アクタの代筆をすることになったイチゴは彼が実の弟だと気づくのです。スミレ草の住民たちが描かれる一冊、アクタという異物によって炙り出されるスミレ草、穏やかだったはずの日常けれど見えていなかった歪さ、そして優しさと愛を、ぜひお読みくださいませ。